皆さんこんこにちは電子ピアノ鍵盤専門店のオットーが開催するオットーピアノコンクール Vol.1 サポーテッドバイテクニクスのアンバサダーに就任しました松井咲子ですオットーピアノコンクールは3歳でも90歳でも簡単に参加できるピアノコンクールをテーマに初級・ 中級上級と3つの部門を設けより多くのピアニストが気軽に参加できるコンクールとなっていますまた全ての工程をオンラインで完結させるコンクールなので今まで何らかの事情でピアノコンクールに参加できなかった方たちにもぜひ参加していただきたいと思っていますクラシックピアノのコンクールと言いますとどうしてもここうかしこまったイメージがあると思うんですが電子ピアノでも参加ができるということで ご自宅からもね遅れるということでよりリラックスした雰囲気で演奏できますし普段の実力を存分に発揮できるということですよねぜひ気軽に応募してもらえると嬉しいです。電子ピアノに関しましてはコルグさんのねイメージキャラクターを私させていただいているというご縁もあり普段から毎日ねお家で弾いているんです。課題曲が初級部門が「ゴセックのガボット」。 中級部門がショパンの「子犬のワルツ」上級部門がリストの「愛の夢」となっています3曲とともも私も演奏したことがある大好きな曲になにっていますご自身のピアノ演奏を YouTube にアップして応募する形なので私も常に皆さんの演奏をチェックしたいと思いますどんな作品が集まるのか今からとっても楽しみです皆さん是非是非ご応募ください 以上、松井咲子でした。